はい、ということで今無事ブルネイに到着しました。今だいたい5時50分ぐらいで、朝7時半に出発したんで、だいたい10時間半ぐらいの道のりでようやくブルネイに入国することができました。ここから1キロぐらいなんで、ホテルまで歩いて向かおうと思います。ようやく今日泊まるホテル、ザ・キャピタル・レジデンスに到着。今からチェックインしていこうと思います。はい、ということで無事チェックインできたので、これから部屋の方に向かいたいと思います。はい、ということで部屋に入ったのでルームツアーしていきます。このまま、はい、まずこんなものと、でこっちにはベッドと、なんか机まで、はい、机、テレビ、そしてこっちがトイレ、あ、結構広いね。で洗面台とシャワールーム、あとで水圧とかチェックしてみようと思います。で眺めはまあこんな感じ、2階からの眺めです。で今ホテルに荷物を置いたので、ちょっと夜ご飯を食べに行こうと思うんですけど、両替するのを忘れてて、ここの国の金を1円も持っていないので、なんかクレジットカードが使えるところを探しながら夜ご飯食べに行きたいと思います。はい、ということで今日の夜ご飯はバーガーキングで、これを食べたいと思います。今バーガーキングでご飯食べてたんですけど、したら隣に座ってたおじさんが、なんか近くにあるモスク行ったら綺麗な写真撮れるよって教えてくれたんで、今からちょっとそっちの方に行ってみようと思います。はい、こんな感じのモスクに着きました。なんかこのフレームから写真を撮れば綺麗なのが撮れるみたいなんで、ちょっと挑戦してみようと思います。ちょっと夜だと写真撮るのが難しそうだったので、また明日明るい時に来て、もう一回再度写真撮影チャレンジしてみようと思います。はそんな感じで、今日はもう8時半9時ぐらいなんで、ホテルに戻ろうと思います。はい、皆さんおはようございます。今ホテルをチェックアウトしたので、今日もまた、ブルネイの市内観光をしていこうと思います。今日は夜の飛行機で、9時にこのホテルから空港まで送ってくれるそうなので、と探検していこうと思います。今日はホテルのフロントからこの市内のマップをゲットしたんで、これを見ながら、観光していこうと思います。はい、こんな感じ。もうすでにね、ホテルの近くにモスクみたいなのがあります。はい、これさっきモスクかなと思ってたやつは、博物館みたいですね。これはロイヤルセレモニアルホールみたいです。こっちはこんな感じ。いや、今ねこのモスクの近くを歩いてるんですけど、これ聞こえますか、多分お祈りの時間かなんかで、お祈りのこの声が街全体に響き渡ってるって感じです。はい、今ここで換金しました。今お金の換金が終わったので、これから昨日の夜行ったモスクにもう一回行って、明るい時の様子を見てみようと思います。اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا ودينا قيما ورزقا واسعا وعملا صالحا。 はい、ここが昨日見に来ていたモスク。ちょっと今日はめちゃめちゃ暑いんで、なんかこの涼しそうな建物にちょっと避難しようと思います。
けんのかな。Can I go there? The museum. Where go? Ah, this way. Kampung. Ah, yeah. Kampung. Yes, the Kampung I want to visit here. Over there? Yeah. Can I go? Can. $1. $1? Yeah. From here to there, $1? Yeah. Then there to here? $1. Ah, okay. $2. Total, $2. Okay. Thank you. なんか1ドルで向こうまで行けるみたいなので行ってみようと思います。こっちはこんな感じ。$1 OK。 1ドルだいたい109円110円ぐらいをこの運転手さんに渡したので、これから向こうの村の方に行ってみようと思います。ジャパニーズ。We don't like to go inside the mango. We are see the monkey. This is a red forest. We're going to see the monkey now. Hi, Jorik. Hello. Hi. Where are you from? Japan. You are from Japan? Yeah. From Japan. Yes. Yes. Hi. 今このところに上陸したので、ちょっとここ散策していこうと思います。こんな感じで全部海の上、海か川の上に建てられてるって感じ。はい、ここがメインの入り口になってるみたいです。で、これが地図。めちゃめちゃこの足元とかも舗装されてて、すごい綺麗な街だなって印象です。ということで、今から実際にこの村の方にお邪魔していこうと思います。足元はこんな感じ。なんか調べたらここには4万人ぐらいの人が住んでるみたいです。すごいね。今これなんか5番っていうところにいるんですけど、この橋を使って1番っていう方に今度行ってみようと思います。はい、また今からこの木のね、安定感のなさそうなのを渡って進んでいこうと思います。こんな感じで、ここには消防署がありますね。なんかいいね、この雰囲気。多分この辺はまあ高級住宅街みたいな感じで、結構立派な建物がこの辺には建ってますね。ちゃんと歩くところもコンクリートになってて。はい、ということで、だいたいこの集落の探検が終わったので、船にまた乗って、船っていうかボートに乗って戻りたいと思います。
てるからもう無料送料。はい、今無事に保安検査と出国審査クリアしたので、これから、ゲートの方に歩いて向かっていこうと思います。